はい。皆さんこんにちは。ノアの箱舟の時間です。ランランとカンカンがお送りします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんかスタート噛んじゃったね。まあクリスマスだから許してね。今日はクリスマスイブですね。そうですね。だから非常に24日っていうのはね、思い出がいっぱいありますね。私はクリスチャンになったの早かったのでね、まあ、生まれた時はクリスチャンの家で生まれましたから、クリスマスのイブはね、教会に行ってたんです、夜ずっとね。で教会に行くと美味しいお菓子帰りにもらえるんですよ。もうそれがね、楽しみで楽しみでね、もうだいたい夜の11時から12時まで、教会でね、クリスマスイブでなんかいろいろやってるんですよね。じーっと我慢してればご褒美にたくさんお菓子もらって帰れたんです。そういう思い出がありますね。じーっと我慢するような内容だったんですか。わからなかったからね、話が。音楽もね、まあ綺麗な音楽なんでしょうけども、私はあんまり音楽好きじゃなかったからね、だから音痴だったんで、うーんって終わりでしたね、なんかそんな感じの思い出がいっぱいありますが、クリスマスといえば何が思い出されますか、カンカンさん。私は20歳にクリスチャンになって、それからは、幼稚園で働き始めたので、幼稚園で一生懸命クリスマスの行事をしていましたね。飾り付けをしたり、プレゼントを作ったり、やっぱり幼稚園で一番大きいのは講談劇の練習ですかね。講談劇の練習を一生懸命子どもたちとして、クリスマスの日はそれをみんなにお披露目するっていうことですよね。大人の人たちはもう子供がしているっていうだけでも嬉しくて、一生懸命、カメラで写して大喜びでしたね。そうですよね。昔は教会に子供がいっぱいいて、子供の講談劇はね、可愛かったですよね。そう、下手でも何でもね、子供が出てるだけで。そう、そして衣装もね、古着いっぱい集めて作ったりとかね、もうそのめちゃくちゃな衣装もまた見てて楽しかったです。そうですね、楽しかったですね。やっぱりいろいろやってるのは。そうね、もう一生懸命あるものをかき集めて工夫してやってると。子供は紙の洋服とかも着てましたしね、まあいろいろ大変だなと思いました。天使になる子たちはとっても楽しそうでしたね。そうですね、やっぱりあの、天使マリアになるのがやっぱりね、マリアはセリフがなくて綺麗な洋服を着て、まあ、綺麗、あんまり綺麗でもないけれども、主人公の感じですからね。子供たちの中ではマリアが誰になるのかしらっていう感じがありましたね。そうですよね、まあ、赤ちゃんは誰もなれないから、マリアとヨセフはスターですよね、この時は。そうですね、聖書って不思議だと思うんですけどね、マリアさんはずっとね注目されるんですけど、ヨセフさんって全然注目されないんですよね。そうですね、かわいそうですよね。大体結婚っていうのは女性が主人公で、そう、なんか腹立ちますよね。男性はそういうもの感じですよね。女性ばっかり注目されて、かっこいいヨセフとかね、ヨセフの決め言葉とかこう出てこないんです、聖書の中にね。そうですね、本当は出てくるべきですね、いやー、きっとね、ルカという人が、またマタイという人、ヨハネという人もあんまりそういうキザなセリフっていうのは好きじゃなかったんだと思うんですよね、まあ、昔の人ですし、大工さんでしたからね、ヨセフがね。そうですね、だから、職人ってあんまりおしゃべりは上手じゃないですよね。そうですね、僕は君に一生カンナかけてあげるよなんて言われてもね、びっくりするかもしれませんね、マリアはね。いやー、でもヨセフはね、石大工だったそうですよ。だからね、僕は一生君をこの飲みで叩いてあげるって言ってもなんか恐ろしいですね。石大工だったら剥がし作ったんですかね。いや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 、昔は石で作る家が多かったんです。あ、そうそう、そうですか。それがね、非常に良かったと思うんですね。石とか土とか、まあいろいろそういうことやってたみたいですね。ではそろそろですね、コマーシャルに行ってみましょうか。曲ですね。はい、それではここで1曲お届けいたします。今日はクリスマスということで、クリスマスイブということでクリスマスソングをたくさんかけていきたいと思います。はじめにかけたいのが、クリストムリンで O Come All Ye Faithful。
はい、皆さん、ノアの箱舟の時間ですよ。この番組は一般社団法人ビクトリーチャーチの提供でお送りしています。子育てシリーズなんですけど、今日はちょっと脱線しまして、クリスマスの話いっぱいしようかなというふうに、思ってますですね。子育てにまあ関係にもあるかもしれませんけどもね、お子さん持ちの皆さん、ですね、クリスマスにどんなプレゼントしますか？私たちもいろいろ子どもたちにねプレゼントやってきましたね。クリスマスというのは基本神様から人類に対して、イエス様という素晴らしい救い主をプレゼントしてくださったという、そういう記念するストーリーなんですね。とってもありがたい話なんですけども、でもそれを人間は商売にしてしまって、クリスマスセールとか一生懸命やってますね。なんかそれでも最近 NHK ではね、なんかクリスマスシリーズ全然こうやらなくなったような感じですね。そうですね、 してませんね。なんか NHK の策略かなと思いますけど、なんかわざわざ抜いてるような感じ、キリスト教ちょっと外してるかなと。きっと朝ドラがね、クリスチャンシリーズだからと思いますよ。朝ドラの女主人公ね、やっぱり人生の後半クリスチャンになってる方々が結構多いんですよ。前の朝ドラは違ったっけ、その前がまたクリスチャンですね、ずっとでしたっけ、そうですよ、ずっとクリスチャンなんですよ。だからね、クリスチャンでずっと来てるので、ちょっとこれはキリスト教に偏りすぎかなと思って、こう外してるような気がしますね。そうなんですかね。なんとなくこう意図的、僕はある程度いろんな情報を聞く中で、 NHK の会議ではこうキリスト教っていうことは目の敵にされるというふうに聞きましたけどね。キリスト教関係のものが出るとボツというのがね、どんなにいいものであってもいい企画であってもボツというのがね結構あって、日本に、クリスチャンの国でね起こってるいろんなミラクルとかそういうのは流されないようになってるんですよ。もう絶対情報入ってきませんね。もうだからそういう意味では、ちょっと情報が偏ってるかなと。日本の情報っていうのはある意味でこう一つのフィルターを通して世界ニュースが入ってくるっていうような感じになってるような気がしますね。そういう意味ではどっかのクリスチャン企業がですね、放送局とかマスコミとか一つ取れたらいいのになと思うんですけど、なかなかねお金がかかって無理でしょうかね。そうですね。まあ、話は元に戻していきますけどね。どうですか、カンカンさん、あなたはお母さんですから、子供にクリスマスプレゼントをするときにどんなことにいつも注意しますか？もう一回言ってください。子供にクリスマスプレゼントを今まであげてきたでしょ、はい、どういうことに注意してあげてきました？注意っていうか、私の場合はやっぱりね、経済的な問題が大きかったので、私の稼ぎが悪いからね。それで子供たちがね、やっぱりクリスマスにあれが欲しいこれが欲しいっていろいろ言うときに、私は神様にお祈りしなさいねって、神様から子供たちにちゃんとしたクリスマス指定券があったら買えるよっていうふうに言ってましたね。だから、うちのお金から子供たちに、クリスマスプレゼントするってことはあんまりできなかったような気がしますね。だから、かわいそうな子供たちですね。子供たちの希望のものはおばあちゃんが買っていたような気がしますよ。やっぱりおばあの力は偉大です。まあ気をつけるって言ったら、まあゲームですね。でもゲームもどうでしょうね、換気なゲームはダメでしたけどね、ほんわかしたゲームならいいよっていう感じで与えてましたけどね。まあプレゼントをね与える側いろいろ考えるみたいですけど、もらう方はやっぱり自分の欲しいものを欲しいですよね。そうですね。だからサンタクロースが今もいると信じる子どもたちもたくさん世の中にはまあいると思います。今実際は人間がサンタクロースの代わりをまあやってるんですけども、子供に夢を与えるっていう意味では悪くないかなというふうに思います。すごいですね、今サンタクロースはこの辺ですよって言って放送してますよね。そう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 。だから今年それあんまりニュース見ないので、サンタクロース今どこにいるんだろうとか思ったりもします。まだ23日からって言ってましたよ。だって今日24日だよ。ああそうか、テレビ見てないから分からないんだね。そうですね、そうですね。サンタクロース結構いいんじゃないかと思いますね。サンタクロースの袋と
赤い服はね、もうポピュラーになりましたけども、だけどもともとは一人のね、あのカトリックの修道士がですね、その方がいろんな人にプレゼントしてたということがですね、きっかけになって、サンタクロースというふうなあの風習が出来上がったというふうに聞いておりますけれども、もともとは一人の、まあ、熱心なあのキリスト教の指導者があのそういう愛を施すことによって、そういうことがですね言われるようになったというような感じですね。これすごい大事なことのようなあの気もしますけどね、やっぱりこの人生で何をするかってすごく大事だと思うんですよね。最近もうちょっとネットのニュースの中に、年収がですね、780万かなという平均のそのいわゆる給与ですね、従業員の給与をアメリカの会社であったんですけども、そしてその会社は最初はですね、あのリーマンショックとかのいろんな不況で、ですね、すごい経営厳しくて従業員の給料をすごく安く抑えようとしたそうです。それで、このある社長があの、マクドナルドでですねコーヒー飲んでると従業員と一緒になった時に、社長あんたひどいですね、なんでひどいのって言ったら給料安すぎるとですね、そう言ったんだそうです。社長は別にアメリカ人の普通の人のこの平均給与と比べてうちは劣ってないよって言ったんですですね。いやそういう意味じゃないんだって言うんですね。どういう意味なのって聞いたら、その従業員が曰く、これでは食べていけないって言うんですよ。これでは生活ができないじゃないか、俺は女房も利子子供もいると、こんなんじゃ食わしていけない、なんとかしてくれ、そういう意味で給料が安いと言ったんだって言ったんです。それからこの社長さんね、3日間寝ないで、ですね、考えたんだそうですね。まあちょっとは寝たんですけども、それでずっと考えて、やっぱりこれで良くない、生活できないっていうのは良くないよなということで、実はですね毎月給料 20% ずつ上げることにしたんです。すごい、すごいでしょ、すごいです。毎月 20% ずつ上げることにしたんですよ。この社長さん熱心なクリスチャンですですね。それで、毎年 20% ずっと上げてきて、毎年でしょ、毎年じゃない、毎月、毎月毎月 20% ずっと上げてきて、それ1年間とにかくやって、で給料ぐっと上がったわけですよ。で大体2倍ぐらいですね。それでさらに、まあできるだけ給料上げるようにしたんですけども、でまあ年収780万ぐらいでですね、今は止まってるんですけども、それでもすごい破格の給与ですよね。それである有名なあのヤフーに勤めてる重役がその話を聞きつけて、それはすごいってですね、この人は素晴らしい。なんで素晴らしいかというと、この会社の利益、それをみんなにこうきちんと分配して、その会社に入って働く人たちは幸せになるように、幸せを感じるように会社は配慮をしてると。それで実はその給料を上げ始めた時からその業績がですね 20% ずつアップしていくんですよ。もうすごいですよね。でみんなも喜んだし、やる気が出たし、生きがいを感じたんですね、うん、この会社でいいんだ。そうしたらそのことがニュースで取り上げられたらですね、アメリカ中から就職希望者が殺到してもう大変だったそうですけどね。そんないい会社だったら私もと言ってですね、もう大ブレイクしましたね。いろんなところで取り上げられて、講演会も開かれたりして、でも後ですっごいバッシングが今度起こったんですよ。調子に乗りすぎですねそんなことで経営が成り立つか、もういろんな有名な人からもすっごいバッシングが起きて、彼はですね、まあ、そういういろんなバッシングの中で頑張ってるんです。そして自分たちの給料がですね、最初はまあ15万ドル彼自身あったんですけども、それを5万ドルに減らして、さらに彼はですね、まあ減らしてもいいかなと思うぐらい、いわゆるもう5万ドルって言ったら、500万ぐらいですね、500万ぐらいですね。だから従業員と同じかそれ以下でもいいと。で自分の住んでた家屋敷全部売って、会社の
ですね、従業員の給料をですね、減らさないようにすごい努力したんですね。その結果どうなったかまだわからないんですけども、今もこれやり続けてるんですよ。すごいですよね。すごい。だからそういう意味ではこの従業員にとっては、この会社で働く人たちにとっては、この社長さん、神様からのクリスマスプレゼントかなというような気がしますね。だからプレゼントというのは人の人生を変えていく、そういうものがいっぱいありますね。大きなプレゼントって本当に素晴らしいと思います。クリスマスはイエス様がこの地上にお生まれになって、神様がたくさんの祝福、それを凝縮して赤ちゃんとして救い主をこの地上にお与えになったんですね。こんな素敵なことは本当にないなと思いますですね。このクリスマスについての思い出、カンカンさん何かありますか？そうですね、クリスマスはいつもやっぱり必死に祈りましたね。子供の指定献金がちゃんと与えられるようにって。そしたらちゃんと毎年与えられましたね、不思議と。さすがですねそんなに大きな金額ではなかったんですけれども、神様からちゃんと指定献金あったよって毎年言うことができたので嬉しかったですね。ハレルヤ。やっぱり母親の祈りっていうのは聞かれるんですね。聖書の中でもお母さんの祈りっていうのは非常に重要なポイントとしてですね書かれています。特にマリアは非常によく祈る人ではなかったかというふうに思いますね。有名な受胎告知というね物語があるんですけども、天使ガブリエルが現れてマリアに言うわけですね。あなたに素敵な男の子が生まれますよって言ったら、マリアさんびっくりしてね、どうしてそのようなことが起こりましょうですね。まだ男の人を知らないですね。なんでそんなことを、婚約者はいましたけどね、まだそんなことは自分に子供が与えられるなんてちょっと早すぎるですね、無理ですよって言ったんですけども、神様のなさることに不可能なことはありませんと天使ガブリエルは言ったわけですですね。なんでそんなことがマリアさんの身に起こったんだろうか、マリアはどうして選ばれたんだろうかということを考えると、よく祈る人ではなかったかなというふうに思うんですけどね。いかがですか？そうだと思いますよ。やっぱり神様からのね貢ぎを受けて、それを受け止めることができるというのはすごいなと思います。そうですよね、祈ったら答えがあるんですよね。だから答えを受け止めるだけの力、これはねいつも祈ってる人しかできないんじゃないかなと思ってます。どうですかリスナーの皆さん、あなたは祈っていますか？それでは音楽に行きましょう。はい、それではここで1曲お届けいたします。もう一度クリス・トムリンの中からオーホーリーナイト。失礼いたしました。ではですね、もう一度曲を探して、お届けしたいと思います。ゴスペルの中からですね。それではこの曲をお届けいたします。イエスは我が力、キムドヒョンさんの曲です。
はい、ノアの箱舟の時間です。カンカンと、あ、ランランとカンカンがお送りしております。今日はなんだかおかしいですね。もうちょっと今日噛んでますね。クリスマスだからウキウキしててすいません。この番組は一般社団法人ビクトリーチャーチの提供でお送りしております。いろんな悩み事の相談、病気してる人の癒し、そして、ですね、結婚カウンセリング、子育て、カウンセリングですね、全部受け付けております。電話番号は0988361310です。皆さんのお電話お待ちしておりま す、ですね。クリスマスはね、とっても素敵なあの時で、いろんな人がクリスマスにいろんなあの経験をする。特にクリスマスイブなんかはプロポーズするとかね、アベックがいろんなところに行って楽しむとか、若い人にとっては非常にウキウキの時間ですよね。でも子どもたちにとっても、クリスマスプレゼントをもらったりいろいろですから、そういう意味ではすっごい喜びと祝福の時のような気がします。私にとってもクリスマスはたくさんの思い出がありますね。いろんな人との交流の中でたくさんプレゼントも過去にもらってきました。高いものはあんまりないんですけど、心のこもったもの、気持ちを込めたものっていうのがね、なかなかいいかなと思いますけども、カンカンさんはあの心を込める贈り物の中ではどんなものが考えられますか？贈り物って難しいんですよね、いつも一生懸命考えるんですけどね。だからクリスマスはやっぱり相手が欲しがってるものが何かなってことを一生懸命あの探ってですね、それに合わせてあげるというふうにはしていましたね。私がやっぱりもらって嬉しいのは、自分が欲しいなと思ってたものをもらった時が嬉しいですからね、だから相手が何を欲しがってるのかなっていうふうに思って、送ってきましたね。でも今もあの裕福になって、みんな欲しいものは自分で買っちゃいますもんね。そうですよね、だからクリスマスはなんとなくプレゼントをしてもそんなに喜んでないような気がします。なんかあの習慣としてねしてるような感じがして、だから本当に昔は貧しくて物もね自由に買えなかったし、私たちの子供たちも小さい時は本当にプレゼントをする時はクリスマスと誕生日だけでしたから、そういう意味で子供たちは子供の時の方が楽しかったはずですね。今は自分で買えますから、クリスマスにプレゼントがあってもそんなに感動してませんね。そうですね、やっぱりうちも今晩クリスマス会開かないといけないんだね。明日にする？いや一応準備はしてますよ。ああそう。子供にそっと言っといてよ、クリスマスプレゼント買ったって。いやプレゼントは買ってないですね、もう子供も大きいので。いやお互いにプレゼントをするっていうのはね、家庭の中でやるといいんじゃないかな。まあ食事の準備はしました。ああなるほどね。家庭の中でね、兄弟親子お互いにプレゼントを交換するともっと面白いかなと思いますけどね。日本人は次のねお正月でお年玉をもらうという習慣があるんで、クリスマスのプレゼント交換というのはちょっと弱いかなと思いますね。そうですね、今はもう物もらうよりもお金もらった方が嬉しいっていう子どもたちが多いじゃないですか、自分の欲しいものを買えるから。だからね、クリスある子供にねこの間聞いたんだよね、あんたクリスマスプレゼントもらうのって聞いたら、何かわからないけどもらうと思うよ、お年玉は、お年玉もいっぱいもらうとか言ってましたね。お年玉の方が反応が良かったんですね。やっぱりそう、お年玉はいつも子供たちがね競争してますね、俺何万だったよとか言ってね。すごいですよね。なんか物もらうよりお金もらうっていうのがね、時代を表しているような気がするんですけども、本当は物よりもですね、お金よりもその人生を喜んでいる心をいかに受け取るかっていうことの方がすごく大事なんですけどね。なんかそういうことは一切マスコミでもニュースでもドラマでも語られないような気がしますね。そうですね、なんか物ばかり先走って心を忘れたクリスマス。だって心のこと語ってもお金にならないですよね。
テレビでしてるのはみんな商売でやってますからね物を売らないとお金にならないから、うん、まあ何のために人は生きるのかっていうことを考えるとね、お金ばっかり儲かってもねとか思うんですけどね、インターネットニュースでねこういうのがありましたね。日本人と中国人の企業の寿命というのがねあったんです、うん、ですね、会社の寿命、中国はね3年から5年が一番多いんです、うん、で日本は50年とかね、うん、まあ56年とかそこら辺が平均なんだそうですね、そうですね。だから日本の企業というのは寿命が長くて、うん、中国人の会社の寿命というのは非常に短いと、うん、まあ、最近中国が台頭してからだから短いのかなと思うと、そうじゃないと中国人の評論家分析してましたね。でどうしてかというと、例えばあの中国人がですね、もう沖縄に来てサータンダギーを作ってもうボロ儲けしたと、そうするとねサータンダギーだけ作らないで今度はあの他のものをケーキを作って売ったり、他のお菓子作って売ったり、また株に手を出したり証券買ったりいろんなことやるんですよ。つまり多角化、経営の多角化っていうことですね。その投資の多角化っていう、お金稼いだらそれをいろんなものにこう投資して、それでまああのどれがあの受けるかっていうのを探しながらですね、次に当たるものをっていう感じで、だから同じ仕事をずっと継続していく会社というのはあまりないんです、うん、つまり技術を盗んでっていうか、まあある程度取ってそれである程度儲かったらそれでもっと儲かるものをとこう探していくですね。それに対して日本人は違うっていうんですよ。日本人は工夫してきますよね。つまり日本人がサータンダギー作って儲かるとどうするかというと、もっといいサータンダギー作ろうとするんだそうですですね。もっとこのサータンダギーに深い味を込められないかとか、あのバナナとか入れたりかぼちゃとか入れたりね、人参入れたりとかいろんな工夫をし始めると、うん、それで日本人というのはあっちこっちに手出さない、ひたすらそれをこう研究していく。だからその気質の違いが会社の寿命につながってくるんだろうと。それでどんなに日本人が頑張ってもですね、中国人が頑張っても日本のように技術を蓄積するとかそういうふうにはなりにくいというふうに言ってましたね。でそれを裏付けるもう一つのニュースが実はあったんです。それはですね、インドの人がですね、この日本があのインドの鉄道を中国と競争して勝ったっていうことを喜んでるニュースでしたね。よかったって言ってね。なぜよかったと言ってるのかというと、日本の国の製品は技術が高いし信用できると、それは中国と比べて100倍技術が高いと書いてあったんですよ。僕はびっくりしましたね。インド人の評価っていうのは、まあインドと中国っていうのは国境戦争もちょっとトラブルもあってあまり仲良くないんですけども、それでもまあ、中国の製品と日本人のこう日本で作った製品との差にですね、まあ、彼らの思いの中ではそういう100倍の差がこう品質上出てきているということがですね、今回の新幹線の受注にもつながったんじゃないかなというような気がしますね。でも実際中国人の製品、最近の製品はそんなに悪くないんですよ。技術がこう上がってきてるんですね。むしろ韓国でビジネスをしている人たちが、韓国人たちがですね、中国の質が良くなったんで韓国のものがあまり売れなくなったということでですね、ちょっと韓国経済きついかなという感じに今なってますけどね、まあ、ちょっと話が飛んでしまいましたけど、だから量より質、見かけよりも中身、そういう意味ではクリスマスというのはあのきらびやかな輝きですね、あの夜のですねデコレーションやこの、 あの非常に美しい光、それもまあ悪いことはないんですけども、そういう見てくれという世界よりももっと内面、そう私たちの心に目を向ける、そういうのがクリスマスのイブのひとときであってほしいなと思いますね。教会はこのクリスマスのイブの時に、結構クリスマス祝会とか集会とかキャンドルサービスとかいろいろやってると思うんですけども、この教会もそれもやってるわけじゃないですね。せっかくなのにね、うちも今礼拝堂会堂がないのでね、ちょっとそれやれないでいるんですけど、やっぱりクリスマスイブはみんなでね集まって静かなキャンドルサービスなり
いろいろやりたいですよね。そうですね。だから今年は回答がなかったので寂しかったですね。そう、目いっぱい寂しいですね。もう来年は絶対回答獲得して、素敵な素敵なキャンドルサービスやりたいなと思いますけど ね、 ね、林さんは来ないですよね、そういう時ね。ご自分の教会があるからですよ ね、 自分の教会で何かがあったらそっちに行くんですけれども。毎年やってます。毎年やってます。そりゃそうでしょ。そうですか、やっぱりね、はい、時間があったら行きます。ありがとうございます、はい、大変上手な言い訳ありがとうございました。大変ですよ、クリスマスあちこち行かないといけないと。そうですよね、まあ、林さんみたいな人はね、自分の教会に行かないといけないですよね。私もそう思いますけど、でもいつかゲストとしてお招きしたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。そこでラジオ放送の真似をしましょうか。あ、いいですね。いや、証とかあのラジオ放送の良さもアピールしていいんですけどね。そういうことをやっていただくといいかなという気もしますが、まあ、いずれにしろあのクリスマスのイブはそういう内面に向けて、本当に自分が生きててよかったんだというふうな、そういうひとときを作り出せたらいいなと思います。お年寄りの方も小さな子どもも、おじさんもおばさんも、若い青年男女もみんなですね、自分たちは本当にこの地上で生まれてよかったんだと僕は思ってほしいんですね。なぜかというと、命は全部神様が作ったんです。命にですね、優劣はありません、この命は尊いとか、この命は清いとか、この命はすごいとか、そんなことないんです。みんな同じなんです。命の尊さ、魂の尊さ、神様の目から見ればみんな同じです。そんな私たちがクリスマスの日には、このイブには、神様の前に、本当に私って生まれてきてよかったんだ、僕は生まれてきてよかったんだと思ってほしいんです。それは神様の心からの願いですね。そうでなければ、イエス・キリストという救い主が赤ちゃんとして生まれないと思います。多くの場合、赤ちゃんとして子供が生まれるときには、ほとんどの場合はみんな喜んでくれます。その子は将来もう大変悪いことするかもしれないかもしれないけども、そういう可能性は一切考えない。本当にこの地上に生まれてきてありがとうって、もう親戚も兄弟も両親もみんな思うんです。だからね、子供を産むことで悩んでいる女性の方、もしいらっしゃったら悩まないでください。あなたが産む赤ちゃんはどんな理由で、そのお腹の中に胎の実があるのか分かりませんが、どんな理由であれ生まれてくる赤ちゃんは祝福を受けてこの地上で生まれるべきです。私たちはそれを大歓迎します。もしそういうことで悩んでいる方があられましたら、 098-836-1310 の方までぜひお電話ください。あなたの電話を待ってます。このクリスマスの祝福は、クリスマスのプレゼントは、この地球の上に住んでいるすべての人たちが、私は生まれてきてよかったんだ、生きていていいんだ、そういうことをかみしめる時になってほしいと心から願っています。皆さんいかがでしょうか。あなたの今日のクリスマスの夕べ、クリスマスイーブ、このひとときを聖書の御言葉、生まれてきたイエス・キリストに思いを馳せて過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは曲に行ってみましょう。はい、それではここで一曲お届けいたします。クリストムリンで、ジョイトゥーダワールド。
ありがとう。それではですね、今からはお祈りの時間になってますね。今日は子供が欲しいって思ってるお母さんのためにお祈りをしましょうですね。あとは子供が病気とかですね、また妊娠中毒症だっけ、のためにもお祈りしましょうね。だからどうか子供が欲しいって思っていらっしゃる方はですね、胸に手を当てて、お腹じゃなくて でもう妊娠してて、この子が元気に育ってほしい、個体満足で生まれてほしいと思ってらっしゃる方はお腹に手を当ててください。また妊娠中毒症の方もですね、お腹に手を当ててください。お祈りしていきます。愛する天のお父様、あなたは女性を祝福し男性を祝福し言われました。産めよ増えよ血に満ちよ、この地上をあなたでの祝福で満ちています。赤ちゃんが生まれること、それは人類の祝福です。継続した喜び、忘れない愛の形、子供の誕生はどれほど多くの人に喜びを与えるでしょうか。愛する我が神よ、子供欲しいと願いながらまだ胎の身を宿したことのない胎と待ち望む夫婦がいます、お母さんがいます。どうか今この祈りを心合わせてしておられる女性たちにあなたが触れてくださり、母となるべきあなたの力を注いでくださり、マリアの喜び、胎の身の喜びをお与えください。主よ、どうぞ今その胸の思いを、心の願いを祝福してくださって、胎の身をお与えください。赤ちゃんをお与えください。夫婦の願い応えてください。赤ちゃんが欲しいと願っておられる方々の上に主をお願いいたします。今祝福の油を注ぎます。あなたの栄光を宣言します。主よ、栄光を表してください。油注ぎます。シャバラビリアラバラハラルーヤ。主よ、感謝いたします。またすでに妊娠していらっしゃる方で、赤ちゃんの成長を心から、その胎の身の成長を心から願っておられる母の祈りを祝福してください。主よ、その胎の身を祝福してくださって、健康に健全に健やかにご体満足で生まれてくることができるように、成長に力と油と祝福をお与えください。どうぞ今あなたの力がこのラジオを聞いておられるすべての婦人たちの上に臨み、高な人生の祝福が与えられますように、助けてください。主よ、油注いでください。愛する主よ、また妊娠中毒症や逆子で帝王切開をしなければならない、自然分娩で産みたいんだけど帝王切開をしなければならない、いくつかの理由があられる方があります。神様、どうぞこのことに今目を留めてください。妊娠中毒症、主イエスキリストの御名によって癒されよ。体のホルモンのアンバランス、主イエスキリストの御名によって正常に戻れ、癒されよ、癒されよ。その出産場、何の害もなく出てくることができるように、逆子も元に戻り無事安産で生まれてくることができますように、助けてください。人類がこの地上に
あなたによって創造された時からこの方、女性は出産という責務を担い、それを果たしてきました。どうか女性を顧みてください。母となる者を顧みてください。その胎の身を祝福し、その胎を持つ母親を祝福し、一切の病を打ち消してください。病気がありながら出産にチャレンジしているお母さんがありますならば、あなたが手を触れて、この病を完璧に癒し、健やかなる体を持って出産に臨むことができるように、癒されよ。イエス・キリストの御名によって祝福を受けなさい。祝福を受けなさい。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。皆さん、今日が私たちは今年最後のラジオ放送になります。来年1月にまたお会いすることになりますが、来年は今の子育てシリーズをやりますので楽しみにしてください。それではごきげんよう。